どうも、トラジローです。今回は以前フィギュアライズスタンダードの仮面ライダーダブルファングジョーカーですね、作ったんですけども、もう一箱ですね、買ってきました。2体目になります。今回これを改造して、フート探偵に登場するファングトリガーですね、これを作ってみようと思います。組み立ててある程度回収が終わった状態ですね。以前やったのと同じですけど、肘関節の内側と膝関節の内側ですね、穴開き部分をパテで埋めてます。あとは合わせ目消しを部分的にしてますね。まあこんな感じですね。であとは手首足首胸のパーツですね。ジョーカーのものはこんな感じになってますね。これをちょっとトリガー仕様にしないといけないので、フィギュアライズスタンダードの仮面ライダーダブルルナトリガーを買ってきました。このルナトリガーの、トリガーサイドのこのパーツですね、これを使っていきます。でそのまま使うのももったいないので、シリコンで型取りしてクリア UV レジンで複製してますね。はい、こんな感じで3つのパーツを複製してますね。これを使っていきます。それぞれ取り付けてみると、こんな感じで問題なく取り付けができますね。胸、手首、足首ですね、こんな感じですね。はい、これで塗装に入っていきます。まずはパーツ全体にブラックサーフェイサー吹いてますね。でボディはキャンディー塗装にしたいので、まずは下地にホワイトシルバーを塗装してます。でボディの青い部分ですね、シルバーの上からクリアブルーを塗装してます。で手首や足首、胸や肩などの水色の部分ですね、これはクリアブルーとクリアを混ぜた、クリアライトブルーで塗装してますね。これもキャンディー塗装になってます。で目の部分は、裏側からガンダムマーカーのメッキシルバーを塗ってますね。この塗り方だとあまりメッキ感出ないですね。で手首や足首のこのメカニカルなモールドですね、墨入れ塗料のブラックで墨入れしてますね。肩の部分も同じように墨入れしてます。でトリガーメモリはメタルブルーで塗装してますね。でメモリの絵柄部分ですね、シールを印刷してこんな感じで貼り付けてますね。ちょっとずれてますけど、ベルトに入れたらいい感じになるかなと思います。で最後全体に光沢トップコートを吹いてますね。では塗装が終わったので組み立てていきます。以前作ったファングジョーカー用意しますね。でファング側のボディと今回作ったトリガーボディですね、組み合わせていきます。この左右分割ギミックあってこその改造でしたね。でこんな感じで組み立てて、はい、本体はひとまず完成ですね。あとはメモリですね、トリガーメモリを装填します。はい、T の文字もいい感じに来ましたね。これで、仮面ライダーダブルファングトリガー完成です。では完成したものを見ていきます。今回フィギュアライズスタンダードの仮面ライダーダブルファングトリガー作ってみました。今回作ったのは左半身のみですけど、こんな感じでキャンディー塗装で仕上げてみましたね。はい、結構いい感じに塗れたかなと思います。で、この胸の部分ですね、ここ自分で作るのは難しかったので別キットのルナトリガーから型取りして複製して作ってますね。で手首や足首なんかも同じように作ってますね。であと変えた部分はトリガーメモリですね、色を変えてシールは自作しましたね。
で真ん中のディスプレイ部分ですね、これはちょっとそのままですね。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっと動かしてみると斜め45度の角度から、これだけでもかなりかっこいいです。変身した後のようなポーズですね。はい、で手首パーツも指差しと握り手同じように塗ってます。付け替えてこんな感じで弓を射るようなポーズですね。で右手の手首はショルダーセイバーを手持ちのものですけど弓を引くような感じに見えますね。はい、元のキットがすごくいいので塗装を変えるだけでもかなりかっこいいんですけど、やはりこのアームセイバーの弓ですね、これがないとちょっと物足りないので次回作っていこうと思います。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。